こんにちは、皆さん。私は元山口組顧問弁護士で、YouTuber の山之内幸男です。今日は池田組前谷雄一の若頭逮捕のニュースを解説したいと思います。令和6年3月5日午前6時頃ですね、愛媛県警から殺人の嫌疑で全国指名手配されておりました池田組若い者頭前谷雄一郎、現在62歳がですね、愛媛県警警察官によりまして岡山県内で逮捕されました。その嫌疑になっている事実なんですけれども、これは令和6年1月14日午後4時頃、愛媛県の四国中央市にあるスターバックスの店舗内で前谷容疑者が石川雄一郎42歳を拳銃で撃ったという事件ですね。胸他3発ぐらい拳銃を撃って、そして死に至らしめております。殺人事件の嫌疑ですね。この事件の背後関係なんですけれども、前谷容疑者と石川被害者はですね、もともとは組織の親子関係、前谷が率いるですね、交流会という組の頭をやっていたことのある人物が石川被害者なんです。ですから、もともと親分と長男の関係にあったんですが、そして、池田組傘下組織であったわけなんですけども、この石川が組織内で内輪の人間を傷つけまして、それが原因で、波紋になったことがあるんですね。当時石川という人はかなり薬の影響で、精神状態がおかしかったみたいなんですが、それで殺傷沙汰を起こして組は破門になったんですが、後にですね、六代目山口組傘下に、くら替えしたといいますか、そっちの方に走ったわけですね。若林組、森組というところの組になったというふうに報道されております。そういうふうに元の長男であった人物がこともあろうに対立する組織に、寝返ってしまったというか、そちらの方に身を打ってしまったというか、そういう因縁があって、もともとは前谷若頭もこの石川の方を面白く思っていなかったわけですね。そんな背景のあるところに持ってきて、2022年なんですけども、前谷容疑者の地元でですね、伊予三島秋祭りという祭りがあるんだそうですね。その地元の祭りにこの石川がですね、6代目傘下の森組組長並びにそれ以外にも半グレみたいな人間20人か30人を引き連れて前谷若頭の地元の祭りに乗り込んできたみたいですね。それを知った前谷若頭が単身一人で文句を言いに行って、たくさん引き連れてきた人間に取り囲まれて掴み合いになり暴行を受けたというような事件が2022年にあったみたいですね。そこにまた大きな因縁ができてしまった。2023年去年のこの伊予三島秋祭りにおいては、もう警察の方から前谷若頭に対してもう行くなと言うてね、足止めを食らって祭りに参加できなかったというようなこともあって、そんなことも踏まえて今年の1月14日ですね、話し合いをしようとしたんだと思いますね。何の話をしたかわからないんですけども、メンツを潰されたことに対して謝罪を要求したのか、あるいはもうお前もヤクザやめろと、俺の立場がないからやめろ、メンツがないからやめろということを言ったのかもしれません。いずれにしましても、話を始めて数分後にもうすでに拳銃を取り出して発砲しております。もうあっという間に話し合いは決裂ということですね。ということは、言う通りに返事しなければ殺害するもやむなしというふうに前谷若頭は思っていたんでしょう。結構殺意は固い方に入るんではないかと思いますね。そして発砲して走って逃走したということになります。これ発砲した場所はスターバックス店内と言いましても、テラス席の方で発砲したわけなんですけども、それでも他の人物に当たる可能性があるということでね、銃刀法発射罪などが当然適用されるだろうと思いますね。そのような背景があっての事件だったんです。今後の
事件の捜査なんですけども、まあ、全体的に見てこの事件はさほど難しいことがありません。と言いますのが、背後関係、組織ぐるみというニュアンスが薄いからですね。前谷若頭の、まあ、単独犯行である可能性が強いというよりも、前谷若頭は俺がやったといえばそれで通るような事件ですので、そういう意味合いではね、難しい共謀を割らなきゃいけないというのはないので、楽は楽、同じように弁護人もその点楽になるということになるわけなんですけれども、逮捕され48時間以内に勾留請求がなされ、勾留が出ますとあと20日捜査が続くわけですけども、その間接見禁止になります。従いまして身内や組関係者は面会することはできません。面会できるのは弁護人だけということになります。仮に私がこれ弁護を受けたとしましたら、組から弁護の依頼を受けるケースになるんですけどもね、そして接見面会に行くわけなんですけども、一番やっぱり気になるの、注意しなければならないのは指揮命令系統、要するにさらに上の上位の命令者がいるような事件かどうか、組ぐるみの事件かどうか、単独で終わるかどうかということが一番大きいんですよ。本件のような事件の場合は単独の犯行としてまとめることができるので、そういう意味では負担はまあ軽いと言えますね。これがどう考えてもトップから命令が出てるだろうなというような事件の場合にはね、疑わないようにしてあげないといかんというね、これ私現役の弁護士だったら言えないことなんですが、今もう弁護士辞めておりますんで言えるんですけども、本人一人で事件をまとめるということに注意を払ってやっていかん事件になるんで、そういう意味ではこれは背後関係なんかないと言い切ったら通る事件ですんで、あと組としては犯人の蔵匿隠蔽とか言ってね、逃走中の支援について当然捜査が始まりますでしょうか。そこをどうやって言い逃れするかですね。池田組は資金力があると言われておりますし、そこの頭という立場ですんで、逃走資金としてはまだまだ十分逃げるぐらいの潤沢な逃走資金はあったんだろうと思うんですけども、それにしては約50日間で捕まっておりますね。短いですね。逃げる気になればもっと逃げられたと思いますね。しかも逃げる気になればこんな岡山というのは池田組の活動の拠点ですから、そんな岡山の池田組の活動の拠点で、まあ、潜伏してうろうろしていたんでは発見される可能性が高くなって、情報が警察に流れる確率も大きくなるんですけど、なぜで岡山にいたのかですよね。それはおそらく人生最後の身辺整理をしたいというような思いがあって、活動拠点の岡山の中で何かやり残した用事をしたかったんじゃないかなというふうに思いますけどね。ほんまに逃げる気やったらもっと誰も知らないような面が割れないような土地に行ってですね、静かに暮らした方が長期間潜伏できるんですけども、短い50日間ほどで逮捕をされております。シャバにやり残した用事があったんではないかというふうに思いますね。そして裁判については争っても仕方がないと言いますか、殺害の実行については比較的簡単に立証できる事件ですんで、争っても仕方がない、まあ、量刑上有利な主張の弁護人として、ね、有利な主張の展開ということになりますと、この被害者の石川さんがいかに前谷若頭のメンツを潰すような挙動に出たかということを主張し立証するということになると思いますね。前谷若頭の地元の祭りに6代目の側の人間を引き連れて、しかもたくさんの人間で乗り込んで、これ見逃しに、パフォーマンスをするということですから、これはもう池田組の頭としてのメンツをまるで潰しに来た、喧嘩を売りに来た行為であるというようなことを法廷でも主張するんですけれども、裁判所というのはヤクザのメンツが取ったらこったりなので聞く耳を持ちません。いずれにしましても懲役30年以下はないですね。拳銃の所持と、それからかなり人の多いところで発砲しておりますので、発射罪と、それから殺人罪など併合されて30年もしくは無期懲役という判決が予想されます。従いまして前谷若頭に将来の計画も展望もございません。今度シャバに出るときはもう命を失う直前ということがもう想定されるわけです、ですから前谷さんにしてあげられることというのも限られてくるんですけれども、むしろ組からのですね支援、例えば前谷若頭が心配な妻や子供とか、まあ、家族がいてその生活が心配だというなら、そちらの手当てをしてあげるとか、あるいは愛人彼女がいてね、そちらの生活が心配だというならば、お金を
を作ってそちらに渡してあげるなんてことも必要になるかもしれません。前谷若頭の憂いの残らないようにしてあげるということがベストだと思いますね。もう裁判自体は無罪になるいうことはもう絶対ないし、情状酌量と言ったところで30年を下回るような刑になることもありません。62歳という年齢を考えたらもう社会から一人の男が消えたというその事実があるだけですね。ただ池田組にとっては直ちに次の若頭を選任するというようなことね、すぐにはちょっとそれはさすがにできないでしょう。しばらくこの裁判の行方などの様子を見て、まあ措置としての立て直しを考えるということになるとは思います。絆会の金沢若頭も朝早くに逮捕されております。あれは大騒ぎ、警察のパフォーマンスで逮捕しました。今回も朝早く逮捕しておりますけども、今回はまあそんなに大層な逮捕ではなかったんですが、いずれにしましても絆会池田組両組織にとっては大きな痛手になっていることは間違いございません。非常に厳しい情勢であると言えるでしょうね。6代目山口組側にとってで、この事件どのように対処していくかという問題なんですが、この石川雄一郎さんがですね、殺害されたことについてはそのことについての返しというのはしないというふうに考えられます。というのはこの石川は区民ではないということを表明しておりますんでね、区民ではないということは返しはこのことのように返しはしないという気持ちの表明だとは思います。まあ右翼をやっていたようですね。実際6代目さんが区民になったのかなっていないのかはちょっと私は分かりませんが、少なくとも区民じゃないというような意思を表明しておりますんで、直接の返しはしないということだと思いますね。はい、今日はこれぐらいにしたいと思います。チャンネル登録並びにいいねボタンをよろしくお願いします。ありがとうございました。